大お美選手が優勝した後に英語で記者会見やってるのがすごい面白かったのでいくつか紹介したいと思いますまずここ「優勝のお祝いはしますか?」っていう質問があったんですよここです「スリープ寝ます」って言ってるんですよねしかももうあの表情が「スリープ」って感じでもう本当にもうあっけらかんと言ってるんですよね で、次のコメントも楽しいんです。いや、私はそんなこう、ソーシャルパーソン、そういうなんか社交的な人間じゃないんだって言ってるんですよ。かわいいっすね。ほんで、um, maybe I play video games. I know <laughs> ビデオゲームでもするかもしれないわかんないけどみたいななっ何ちゅうかわいいんですかこの人でそして最後に記者から「お酒飲んだことないんですか?」って聞かれるんですよこの部分「お酒飲んだことある?」って聞かれて No, I'm 20。え、ないよ。私20歳だもんって。そうなんですよね。日本は20歳からお酒飲めるけど、アメリカって21なんですよね。これなん何年なんですかね。で、まあこれでね、あの記者会見が終わるわけですけど。Here we go. Thank you everyone. <laughs> Here we go. Thank you everyone. って言ってパチパチパチって。 それでは今週の水曜日、9月12日、ライブ授業でお会いしましょう。TOIC の S&W です。8時半です。See you!